どうも、ドズルです。昨夜はですね、クラクラチャンネル VS アビシニアンズ、こちらの対戦がね、先日行われましたので、そちらからリプレイをお送りしていきたいと思います。結果は85対75ということで、クラクラチャンネル勝利いたしました。今回はタウンホール11から、タウンホール9まで、結構幅広いね、タウンホール帯での、対抗戦となったので、結構ね、タウンホール11のみんなと一緒に、盛り上がりました。さあ、ということで、今日ご紹介するのは、久々にタウンホール11の、リプレイからお送りしていきましょうかね。このコングトーンさん、タウンホール9のアカウントが褒めポヌヌさんといってね、クラクラチャンネルタウンホール9の中でもすごい上手いプレイヤーなんですけれども、まあ、タウンホール11でもすごいということで、今回なんとね、こちらのベース、初見全開でございます。初見ですよ。タウンホール11のね、ほぼほぼカンスト、フルカンストの、ベースに対して初見全開ということで見ていきたいと思います。まず食い火の回し方なんですけれども、ガーゴイルでね、12時方向エリクサポンプ、カットしながら食い火を回していきまして、この12時方向のこちらの、対空砲に対しては、全くヒーローが近づかない形でね、クイーンを回していく、方向性となっております。まずテスラ出てきて、まあ、ここもね、落ち着いてレイジを落として、回していきます。さあ、アーチャークイーンが回ってきたのを確認いたしまして、ここで反対方向から、ボーラーを投入。さあ、ボーラー6時方向のね、アーチャータワーを壊して、でサイドカットできたのを確認してから、ジャイアント、そして残りのボーラーをね、大量に中心部から入れて、グランドオーデンと一緒に中に入れていくという感じです。でタウンホール11のボーラーラッシュの、典型パターンとしては、このように1回目のところで、1本目のインフェルノタワーのところで、グランドオーデン特殊能力を使って一気に防衛施設、乗り切って相手のアーチャークイーン、そしてイーグル砲も破壊いたしまして、さらにその奥、こちらの2本目のインフェルノタワーに対してはフリーズを使ってね、しっかりと固めていくと。でその道中はしっかりとレイジを使って、ヒーラーのね回復効果が落ちないように、しっかりと、守り続けているといった戦術でございます。このボーラーラッシュもね結構見るのとやるので大違いで、結構ね今回のベースに対しては、今回のベースはボーラー対策としてしっかりインフェルノタワーが中心部の部屋、タウンホールがある部屋から、ボーラーがね攻撃が届かないような、配置となっておりました。なんでボーラー対策配置に対してボーラーラッシュということで、普通のなんて言うんだろう、普通の陣に対してねボーラーを投げ込むのとはちょっとわけが違った、戦術となっているんですけれども、グランドオーデンの特殊能力のタイミング、そしてアーチャークイーンのね、しっかりアーチャークイーンをしっかりついていかせて、2本目の、フリーズをしっかり2本目のインフェルノタワーでフリーズを打って、アーチャークイーンで2本目のインフェルノタワーを処理していくなんていうね、細かいテクニックがしっかりと、決まった初見全開でございます。いや、このレベルをね初見全開っていうのはちょっとやっぱりホメポヌヌさん一味違うなといったところで、もう一回見ていきましょう。ここね、インフェルノタワーがやっぱりこう2マス離れてるんですよね。壁から2マス離れているので、ボーラーが中心部の部屋から届きません。なんで、あえて今回はね、1本目は普通にグランドオーデンの特殊能力を使って、2本目はアーチャークイーンで降りに行くような形でね、フリーズを落として、ボーラー行きながらさせつつ、アーチャークイーンを入れていくといった、形で、まあ、全体の図をね、描いているのかなと思いました。さあ、ここでグランドオーデンの特殊能力。この時点でね、グランドオーデンの特殊能力切れた時点で、こうボーラー対策でね、巨大爆弾が3連がここに中心部にあって、ここグランドオーデンの特殊能力使ってないとね、ボーラー一瞬でやられてしまうんですけれども、しっかり巨大爆弾もね、グランドオーデンの特殊能力がありつつ踏んでいて、でさらに、ボーラー進めていきまして、もうこの時点でボーラーほとんどやられてないですよね。初期のボーラーの数とほとんど変わってなくて、でここまで来てしまえばもうあとはね、残党処理というか、ヒーラーを使ってうまくボーラーを回していくだけで全開が取れるといった形を仕上げております。これね、ここまでクロークも残していますし、もう本当に初見なのにすごすぎますっていうところでね、今日はタウンホール11の全開を見ていきました。今回ね、タウンホール10での10同士の全開も、たくさん出ましたし、あとタウンホール9同士のね、いいリプレイもたくさん出たので、まあ、そちらの、リプレイの方も後日また紹介していきたいなと思います。さあ、ということで、今日はクラクラチャンネル VS アビシニアンズの、戦いからリプレイをお送りいたしました。またね、クラチャン VS どこどこっていうね、いろんな対外戦も、受け付けておりますので、ぜひぜひクラクラチャンネルとね、対戦をしてくれるクランの方募集中でございます。9月はねちょっと忙しいというか結構埋まりつつあるんですけれども、また10月以降ね、やってくれる、8月9月は結構もうなんて言うんだろう、毎週末ね対外戦は決まっているんですけれども、またちょっとね、募集の方をしていきたいなと思います。さあ、ということで今日はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。
今日もご視聴ありがとうございました。今月のエンディング CM、ゲームウォレットのご紹介です。このゲームウォレット、サイトとなっているんですが、どういったサイトかっていうとね、アプリの課金を非常にお得にしてくれる、サイトでございます。例えばね、私もクラクラクラロア、シャドーバース、オセロニア、ポケモン GO といろんなアプリにね、課金して遊んでいるんですけれども、この課金をする際にね、このゲームウォレットを経由するとなんと 5% コインとして還元されます。使い方は非常に簡単で、こちらピンクのボタンを押していただくとアプリに飛びます。で、そのアプリでいつも通りね、課金をしていただくと、なんともう反映されているんですね。交換する際はね、iTunes カードもしくは Amazon ギフトカードなんか自分の用途に合わせて、なんと500ポイントから交換することができるので、まあ、用途に合わせてね、そのまま課金のプラスアルファにしたり、もしくはね、Amazon カードでなんか好きなものを買ったりっていう使い方ができます。ポイントを交換したら、その場でね、コードとして使用できるので、非常にスムーズですね。さらに今回、私の動画の説明欄から飛んでこちらのゲームウォレットに登録してくれた方限定で100コイン分ね、コインをプレゼントしてくれるということなので、ぜひともこの機会にね、ゲームウォレット使ってみてください。それでは今日の動画はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。